マツダズームズームスタジアム広島です。セパ交流戦、広島東洋カープ対東北楽天ゴールデンイーグルスの3回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ西さん、今日のゲームどのあたりに注目されてますか？そうですね、やはりカープの打線ですよね、はい、まあいいストレートを投げるピッチャーが相手ですから、狙い球をしっかり絞って打席に立ってもらいたいですね。まずはカープの先発、福井がマツダスタジアムのマウンドに上がります。さあ、イーグルス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていう。引っ張った！ライトへ打球伸びる！ここは打ち上げています。ライト掴んでワンアウト。を上げ引き離しています。西さん、ここまで相手投手の立ち上がりを見事に攻めることができてますね。そうですね、確実に点を取ってもらいたいですよね。やっていった。バットランナーセカンドバッテ三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー。バッターボックスには鈴木が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ1点でも得点です。初球打ち、いい当たりですが、ヒットになった。サードランナーホームイン。バッターランナーは2塁到達。そしてこれが今シーズン60本目のツーベースヒットということになりました。カープ1点追加します。3対0。カープなおも3塁2塁のチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。早いイニングからゲームを楽にできそうです。今画面に出ているのが鈴木君との配球です。初球打ち、これはどうだ。一塁アウトで3アウトチェンジです。カープ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、とても緊張感のある引き締まったゲームでしたね。いかがでした？そうですね、あともう一つというところですけど、まあ、残念ではありますけど、まあいい試合でしたね。そうですよね。勝ったイーグルス、接戦をものにしました。一方のカープですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。